みなさん、こんにちは。こんにちは。カノンの森の堀です。マナガーデンの荒木です。リンです。ここにいるのはリンです。リンちゃんです。はい。カノンの森の YouTube を始めまして、なんでカノンの森そんな始めたのかなっていうところなんですけど、カノンの森はエアコンがありません。日本一暑い熊谷市にあるんですけど、植物を植えることによって、涼しい風をうまく取り入れて、快適に暮らせるような暮らし方っていうのを目指して今いろいろやっているところなんですけど、お庭作りもお仕事の一つとして、デザイン施工、それからお庭を植えた後の管理というお仕事もさせてもらっています。でそんな中ですね、やっぱり環境にこう優しいというか、コンクリートにするのではなくて草を大事にしましょうとかっていう、持続可能できる限り後世に残せるような植物を取り入れた、うまく取り入れた暮らし方っていうのを、デザインしていきたくて、今回、マナガーデンのマナカちゃんと一緒にお庭のご提案をしていこうと思っています。すごい舐めてるんですすごいペロペロはい、ということでまなかちゃんなんですが、はい、はい、まなかちゃんはどんな感じですか？はい、はい、私が、お庭の、デザインを普段やっているんですけど、堀さんの、カノンの森さんのですね、にご相談いただいた方なんかは現地にお伺いして現地調査をさせていただくんですけれども、お客様のヒアリングをしたりとか、どんなお悩みがあったりということで、お伺いをしてデザインに落としていくっていう作業の方を担当させていただきます。はい、その後は植物を植えたりとかいうのは私の方でというような感じで、一緒にやっていきますので、よろしくお願いします、はい、というところと、はい、実はですね、今夏の間、夏の間は植物を植えるっていうのをあまりこうやりたくない時期です、植物に負担がかかってしまうので、枯れるリスクとかっていうものを考えた時に、もうちょっとやっぱり涼しくなってから、木とかは植えたいので、夏の間は、相談期間、そして、10月ぐらいですかね、少し暑さが落ち着いた頃、木を植えたりというような流れにしていまして、なので夏の間にぜひ何かお困りのこととか、お庭でこういうことがしてみたいんですけどできますかというようなご相談を、受け付けておりまして、はい、そういう現地をこう見たりとかっていうところに行きますので、はいはい、夏の間にぜひご相談がある方は今のうちにぜひぜひ、はいはい、もう10月も何件か施工が決まってしまっているので、先に、はい、お声掛けください、はいね、はい、そんな感じですかね、はい、でまた YouTube2 人で一緒にやっていこうと思っているので、ぜひチャンネル登録等々していただきたいのと、あとこの2人でやってほしいこととかがあれば、そうですね、ぜひぜひ、ね、教えてください、教えていただきたいです、はい、では今日はこの辺で、はい、はい、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。あ起きた